い、京都散歩始まりました。今回の京都散歩はですね、ここ秋田県の横手市やってきております。横手というと、さて何があるんでしょうかね。全くわかんないんですけど、隣が由利本荘で、前に行ったなっていう記憶があるんですよね。で、秋田はすごくなんか土地感的に僕いい感じしたんですよ。今回も気持ちいい散歩になりそうです。行きましょう。皆さん、秋田といえば、まあ、きりたんぽ、まあ、これは連想されると思うんですけど、ここね、秋田県の横手市はですね、横手焼きそばが有名なんですよ。この卵、目玉焼きが乗った焼きそば、これ昼なんですとも紹介されたらしいですよ。絶対うまいやん。見て、このいいね、このソースがかかってる感じね。あ、醤油なのかな、これソースか、どっちなのかな。ここはですね、今あの9月なんですけど、夏でも入れる鎌倉ということで、ちょっと入ってみますか。落ち着いてください、向こうに。あ、寒っ。これコンビニのアイスの中に入ってるわ。アイスの冷凍庫の中に入ってる。寒っ。で、何度これ。寒いよ。火ついてないしな、これ本当に氷や、これすごい、マジ氷、冷たいもん。うわ、寒い、ここ寒い。コンビニのアイスになった気分だ、マジで寒い。うわここのね、秋田の横手ではですね、おばあちゃんがね、ヘラで取ってこうやって盛り付けて、なんか花みたいな感じでこれ盛り付けて、ババヘラアイスっていうのが有名らしい。結構その辺に出没するらしいですよ。あ、なんか懐かしい味する。あのね、駄菓子みたいな味する。はい、ということで横手市散歩させていただきました。横手市は鎌倉がね、こうやって体験できるという、2月に来てくださいと言われました。2月、この横手の雪まつりっていうのがやってるんで、そこで体験したいです。ありがとうございました。